本当にそう思ってるんですか？あの時、少尉が迷わず攻撃命令を出していれば、こんな事態は防げたはずです。一瞬の判断ミスで隊員の命が失われるのよ。わかってるの？少尉、あなたは隊長失格です。
お呼びですか、長官。大神の野郎に食ってかかったんだってな。話は聞かせてもらったよ。桜さんの怪我は明らかに少尉の判断ミスによるものです。戦場で指揮官が迷っていては、隊員の命がいくつあっても足りません。仲間の命か。マリア、あなたもしかして、帝国歌劇団橘マリア、ロシア革命の闘士、あるいはクワッサリーとでも呼んだ方がよろしいかな。貴様の正体、我がクロノス会が見破ったり。正義を守る帝都の戦士とは仮の姿、でその真実は冷酷無比な鬼畜よ。貴様の素性を仲間に知られたくなくば、今すぐ姿を見せよ。Oh!